一生は夢のままなれ。陰極っぽいね、お互い。 敵軍師もいい目を持っているようです。なんとか姫を守らないと。ここまでは敵を守らないと。ここまでは姫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 を守らないと
撃ち取りました。
私は本来頭脳労働専門なのだ。はい、そうだね、やろう。はい、
近くなったかな。親に楽させてくれる高校息子だ。本当にみんな救ったってのか。はい、わかりました。大した奴だぜ。人生がどんどん引いていきよる。このまま毛利も逃げて戦はしまいだろう。そうはさせません。我らは毛利軍を追撃します。開門。一の船に合図を。あの鉄張りの拠点を攻めるのです。ここまでこらえた甲斐があったわ。者ども、一斉に進入せよ。伏兵を出したくなる機会はいくらもあったはず。よくここまでこらえたものだ。行き取ったよ。敵船の制圧はなりましたね。では南の迂回路より退却してください。へえ、あの大きい船を盾にして逃げるつもりなんだ。賢いな。気楽なこと。急ぎ追撃せねばなるまい。俺も行くよ。高さんに挨拶もしておきたいしね。はい、そうだね、やろう。そうだね、やろう。最適の指揮は父上にお任せします。私は夫を止めてまいりましょう。いや、私も一緒に行くよ。高影にまで行かれては困るからね。あなたでしょ。誰も彼も優秀だけど甘い分子の高影さんって。ここで言ってる。あなたは何者です。俺は両兵の一人、竹中半兵衛。俺ぞ本領。相方の黒田官兵衛ともどもよろしく。お見せしましょう。戦救援コール。こいつはまずいね。逃げ出したよ。よし。はい、わかりました。わかりました。厳しい状況だな。これはどうかな。手間が省けたわ。これはどうかな。そのいでたちは羽柴秀吉だろ。君はなかなかいい軍師を持っている。僕の手だ。彼らをうまく使えている君の名は歴史に名を残すべき名将の器だな。いやいや、そうや。僕の手だ。危うく敵の術中にたまるところだ。毛利軍、なかなかやるの。官兵衛、半兵衛、あとは任せた。そうだね、やろう。天に立てつき、手を乱す火種を消そう。天下無双のまかり神ってなっちゃうか。竹中半兵衛、黒田官兵衛、なかなか面白そうな軍師でした。軍師両兵衛か。高影と気が合いそうな二人だね。